皆様こんばんは。おっさっ系の熟女です。今回もどうぞよろしくお願いします。今回はですね、軽く1杯188杯目になります。奈良県吉野ですねの日本酒ですね。今回も、大阪のスタジオからスタジオとか言ってるしねから、実況というかね、お伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いします。お酒の種類は、清酒、本醸造、生原酒、銘柄、八田ガラス、新酒、搾りたて、アラロカ、無加水、火入れせず。原産地、奈良県吉野郡。アルコール度数19度、精米部合 70%、 酒造所北岡本店になります。奈良っていうのはね、よく出てくる、ね、名前でして、近鉄電車の南大阪線っていうのがありましてね、大阪線っていうのは何でしょうかね、奈良市内とかですね、あとは大和焼を経由して名古屋に行くんですけど、南大阪線の終着駅で吉野の山の桜がとても有名でですね、あとは女人禁制で、修行のね温山でもある大峰山の存在もよく知れ渡っておりますね。吉野っていうのはね、歴史でもよく登場しますよね。古くは古事記、日本書紀、万葉集にも記述があるのに加えてですね、飛鳥時代、いわゆる後の天武天皇となった大天の王子がですね、身を潜めた場所であったりとかですね、鎌倉時代にはですね、平家を討った源義経ですねがお兄さんの頼朝に追われてね到達した場所であったり、そして有名なのはやっぱり南北朝時代ですね、室町初期っていうのかな、北条幕府を倒して建武の中興を遂げられた後醍醐天皇が南朝の拠点として選ばれたというね、そういうね、場所でして、やはりこの吉野の地っていうのは山に囲まれた自然の要害っていうふうに言えますよね。でまだね、吉野っていうのはそうですね、太閤秀吉ですね、戦国時代では太閤秀吉の花見とかですね、自然と歴史と文化に包まれた町っていうんですかね。で江戸時代の初め頃ですねにはですね、吉野は三人農道に携わる人たちが一泊する宿場町としてね栄えるとともにですね、関西ですね、大和から伊勢とか熊野に抜ける交通の要として栄えてたというところで、この八田烏を醸造される北岡本店っていうのはですね、そこの宿場町の中心地にお店を構えたっていうところみたいですね。明治元年にですね、酒造りを事業化を一本化したということみたいですね。で八田烏っていうのはですね、神話に出てくる鳥みたいなもんですね。鳥ですね。神武天皇が統制の際に熊野から大和に入る吉野の山中にて道に迷われた時にですね、その時に天の神が道案内として使わした鳥が八田烏っていうことだったですね。だったようですね。八田烏は大きい鳥という意味であってですね、三本足のカラスで、中国とか日本では太陽の精として信じられているということです。これね、何でしょうかね、日本のサッカーの協会の紋章っていうんですかね、記章に採用されたりとかですねしてますよね。エンブレムでもサッカーの選手のエンブレムでも八田烏ありますよね。まあそのね、吉野と関わり深い神武天皇の伝説にちなんでですね、このお酒の銘柄を八田烏というふうにさせたということですが、結構ラベルもいいですね。まさしくこれです、八田烏ですね。なんか可愛い感じがしますよね。八田烏、新酒搾りたて、本醸造生原酒であらろか、無加水火入れせずっていう、こういうラベルになってますね。まあ今回はその吉野の酒を飲んでいくということですね。吉野って言ったら、あれも有名ですよね。吉野の樽酒ですね。吉野の樽杉やったかな、ヒノキやったかな、すみません、ちょっと忘れましたけど、それのね、木でも有名なとこではありますが、今回はですね、関西経度を中心にやってますのでね、吉野郡のお酒を飲んでいきます。さあ、早速ついていきましょう。さあ、どんな感じでしょうかね。まあ、生原酒ですのでね、楽しみですね。なるほど。ちょっと色が少しもうついていますね。はい。これだけ取っとこうか。生原酒っていうことですので、生酒、火入れを一回もしてないっていうことですね。火入れを一回もしてなくて原酒ですので、加水もしてないということになります。そして、アラロカ、ムロカじゃないですね。アラロカなんで、ムロカじゃなくてですね、ある程度だけ粗いろ過を実施しているというところですね。さあ、どんな感じか飲んでいきましょうね。失礼します。そうですね、色はついてますね。淡いグリーンがかったっていう感じですね。まあでも、なんていうのかな、大きい黄色についてるっていう感じじゃないですね。非常に光沢があって、綺麗、美しいですね。さあ、香りを嗅ぎます。あれですね。やはりお米ですね。お米とか稲わら。あとは米だわら。なんか1票、2票、3票みたいなね。そんな香りって言ったらイメージつきますかね。あと、懐かしいような米の油。ライスオイルっていうんですかね。米オイル。そんな感じとですね。そうですね。穀物系統ですね。穀物とかですね、あとはお米の粉っていうんですね、米粉、場合によってはですね、おせんべいとかのどこのなく懐かしいような香りを感じさせるような匂いですね。いや、まさしくなんていうのかな、この、フレッシュフルーティーとかじゃなくてですね、そちらの方向ではなくてですね、なんか精米具合が高いですね、お米の本来の力をドーンと出したような、風味を出したような風味がすでに香りから感じられますね。さあ、飲んでいきます。これめっちゃうまいですよ、これ。奥深い甘みありますわ。でね、甘み、酸味もね、そこそこありましてね、奥深い甘みと、そして、冴えた酸味。なるほどね、苦味がですね、さわさわってくるような感じですけど、その後にね、旨味が感じる。そして、ドーンとアルコール度数の強さがボーンってね、ボーンとかゾーンとかばっかりですね、が来るというね、喉越しもいいです。柔らかい。アルコール度数強いけど柔らかい。これ、ちょっとあれですね。ちょっといい意味で驚きましたね。やはりこのムロカ生原酒、失礼しました。アラロカですけど、なんていうのかな。生原酒って結構強いってイメージがあってね、休み前しかちょっと私飲めない時とかがあるっていうんですかね。なんていうのかな。生原酒っていうのは結構強いっていうイメージがあってね、酔いが早くなるそういう経験が私ちょっと多いんですけど、今回のものもね、いい意味でなんていうのかな、酔うんですけど、今まで飲んだことのあるような力強くて、酔いがすぐ来るっていうよりはですね、ゆっくりゆっくりちびちびですね、コクを楽しみながら、旨味を楽しみながら、洗練された苦味&アルコールを楽しみながらですね、それをね、ゆっくりゆっくり飲んでいく、すごい納得できるね、奥深いお酒、これ名酒ですよね。そういうふうに思いますね。ちょっともう一回飲もう。これはなかなかいいですね。やっぱ奈良のお酒って、なんか私、並び引きしたらすみませんけど、結構、秀逸なものが多いですよね。やっぱりそうですね、最初は甘い感じがしますね。しかし甘いからって言ってね、食事に合わないっていうことではなくてですね、甘みがですね、甘すぎつつ、綺麗にフェードアウトしていくっていうところがあるので、非常にバランスがいい一品ですね。しかしこの奈良、そして吉野の酒ですね、非常に面白いですね、これはね。またこの名前の八咫烏っていうのもやっぱりなんかいいですよね、歴史を感じますよね。あれなんですね、大阪ですね、大阪の新大阪からですね、地下鉄に乗って御堂筋線っていうところに乗ってですね、約30、40分ぐらいですかね、天王寺、いわゆる近鉄の大阪阿部野橋っていう駅があるんですけど、そこからね、近鉄電車が、南大阪線が走ってるんですけどね、まあ、最近では桜ライナーとかいう特急もあったりしますけどね、それで終着駅が吉野なんですけど、その途中にね、柏原神宮っていうね、まあ、そのままですけど、神宮があるんですけどね、駅もあるんですけどね、でこちらの柏原神宮ではですね、交通安全の守護神としてですね、この八咫烏が、祀られてると。でね、遠足の時とかよくね、私、奈良行きましたね。奈良県のね、ご存知ですかね、飛鳥っていうところがあるんですけど、そこには亀石って言ってね、亀に似た石があるんですね。あとその辺に、古墳とかいろいろあったとは思いますけど、その亀石は何やったかな、確か以前にちょっとずつ動いていって一周すればなんかね、人類が滅ぶりとかなんか言う、その時誰か言ってましたけどね、子供の時ですけどね、すごいなんか怖かったですわ。滅びるんやと思って、どんな回ってるんやなとか思いましたけどね。今はそういう傾向はまあないっていうか、そんな聞いたことないんですけどね。というようにね、奈良っていうのは結構ね、歴史的っていうか、神様とつながりが強いような土地っていうふうに私思いますよね。あと、柏神宮からちょっと北に行ったら大和三山ですね。すいません、ちょっと具体的な名前ちょっと残念ながら忘れてしまいましたけどね。うねび山とかね、なんちゃら山とか確かあったと思うんですけどね。そこもね、歴史深いとこがありますし、あとは近いとこって言ったらあれですよね。三輪山ですよね。三輪山っていうのも非常にですね、なんていうんですかね、力強いと言いますか、霊峰っていうんですかね。まあ、お酒の神様っていうふうにも言われますよね。私ちょっと三輪さんとかにはちょっとご縁がなくて今まで行ったことないんですけどね、いつかちょっと行ってみたいなと思う土地なんですけど、そのように奈良っていうのはですね、どうしてもちょっと新幹線が走っていない都道府県になりますので、そんなに脚光を浴びないっていうところなんですけど、まあ お酒も日本酒もそうですけど、歴史的に非常に深いところですよね。まあ、奈良のお酒って言ったら、あとあれがありますよね。菩提元ですよね。確か木本系ですね。木本系のもっともっと古くからあるようなね、作りだったと思いますけど、菩提元が、発祥の地であるとかですね。本当に奈良っていうのはですね、この日本酒作りっていうところもそうですけどね、非常に今までの歴史と伝統がずっと続いている。いい意味でクラシカルな伝統が続いているというね、そういうね、土地ですよね。そしてね、その吉野ですね、吉野っていうところもね、このお酒もそうですけど、桜も綺麗でね、でもっと奥行くともっともっと山深くなっていってですね、まあ、和歌山県との県境とかになっていくんですけど、そこも秘境ですよね。秘境ですね。よくね、私兄貴がいるんですけど、車でね、なんかちょっと乗って遊びに行くっていうんですかね、ちょっと近くまで行こうやとか言って、近くまでって言っても結構遠くでですね、奈良の山奥とかね、そういうところ連れて行かれて、なんか水を汲みに行くとか言ってね、なんか水に汲みに行かされたことありますけどね、子供の時、子供っていうか、その時、思いましたよね、兄ちゃんと一緒に車乗って行った時にね、なんでここまでこの水取りに行かんなあかんねんやとか、普通に思いましたけどね、遠いところまで行ってね、山道でね、くねくねして酔うしね、まあ、今やったらまあ酒に酔ってるんで別にいいんですけどね、車酔うと酒をいっちゃいません、やっぱりね。そういうところでね、奈良っていうのは非常にね、不思議っていうか、ミステリアスな場所、および魅力的な場所かなっていうふうに思いますね。なんかすいません、なんかようわからん昔話をしてしまいましたが、奈良っていうのはそういう思い入れがありますと思っていただいたらいいと思います。はい、そろそろお時間になりましてね、この度もご視聴いただきましてありがとうございました。今回は吉野の、酒八咫烏を美味しくいただくことができました。今夜は八咫烏で乾杯。